今月、道南の北杜市で末端価格1億円相当の大麻が押収された事件で同系は暴力団の資金源になっていたとみて山口組系声優会の事務所に家宅捜索に入り関連を調べています。捜査員33名が暴力団の組事務所前に集まりました。家宅捜索が行われようとしています。 同警は午前10時ごろ札幌中央区にある指定暴力団山口組系声優会の組事務所に33人体制で家宅捜索に入りました捜索は声優会の組員高橋義行容疑者が農家の男ら3人と共謀し大麻を栽培したとして逮捕・送検された事件を受けて行われたものです押収された大麻はおよそ30キロ、末端価格1億1000万円相当で 少なくとも1年以上は大麻草と乾燥大麻を作っていた可能性があり警察は暴力団の資金源になっていたとみて関連を調べています